自分がやりたいこと、自分が正しいと思う練習法、自分が正しいと思う、まあ、生き方、そういうものを動画でアップしていこうと思ってるんで、まあ、正直アンチなんか、まあ、どうでもいいですね。2、1、はい。よっしゃ。あと30秒。ラスト10秒。9、8、7、6、5、4、3、2、1、Everybody。10秒休憩。いきます。よーい、ストップ。はい、10秒前。はい、10、9、8、7、6、5、4、3、2、オッケー。はい、息を5秒前。はい、4、3、2、1、はい。下がってきてるよ。頑張れ。はい、10秒前。はい、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、 OK。 はい、ラストセット5秒前。4、3、2、1、はい。はい、白2つ。あと赤緑。あいつ黄色ピンク。ラスト10秒。はい、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。じゃあ最後蹴りで。ケース。はい、5秒前。4、3、2、1。はい。はい。はい、5秒前。4、3、2、1、はい。お疲れ様です。お疲れ様です。撮って大丈夫ですか？はい、大丈夫です。お願いします。どうなんすか？安保線流れてテンション落ちてるかなと思ったらめっちゃ頑張るじゃないですか。そうですね、はあ、まあ、一応アンポさんとの、ね、試合流れちゃって、特にあの黒帯ワールドから来てくださった方たちからね、その八極拳とか武術の動きを総合で見せてくださいっていう、うん、その問い合わせもたくさんあったんでね、はい、まあ、練習で、まあ、稽古でしっかりやってたんで、それを見せれればと思ったんですけどね、まあちょっと流れちゃったんで、うん、はあ、次まだね発表できないんですけど、まあある企画が決まってるので、
はい、それに向けてトレーニングをやってます。ちょっとどうなんすか、安保戦と圭之介さんの戦いって見たんすか？そうですね、一応見ましたね。ぶっちゃけ感想とか。そう、まあそうですね、まあどちらもね、本当選手としてリスペクトしてるんですけど、はい、よく僕は言うのが、どの競技が強い、どの選手が強いではなくて、うん、やっぱし努力し続けてる人が強いと思うんですよ、うん、単純に吉永さんはすごい強い才能のあるカリスマなんですけど、まあ、その努力を継続 し続けていなかった、それは選手として、うん、そして安保選手は現役選手としてトレーニングをし続けていた、それがそのままリングに結果として出たんじゃないかなと思います。はい、これ僕がぶっちゃけ思うことなんですけど、はい、正直熊澤さんともうちょっといい試合できたかな、なんならワンチャン勝てたかなと思うんですけど、どうですか？まあそうですね、うん、まああんま詳しいことは言えないんですけど、結局 YouTube でその稽古の内容とか、はい、スパーリングの映像を出してしまったら分析されてしまうんですよね。あ、うん、だから例えば朝倉未来選手とかも、うん、YouTube でいろんな方とコラボしてるんですけど、実際試合でやる動きって違うじゃないですか。うん、まあ、癖っていうのは出るんですけど、僕もその昔あった、まあ、今ねアウトサイダー時代の映像とか YouTube に流出してるんですけど、その時の動きと今は全く違うし、今はねグラップラーじゃなくてストライカーになってるんで、うん、まあそういう動きを皆さんたちが納得できるような場所で出せればなと思ってます、うん、一応 YouTube 始めた時に打倒朝倉未来ってずっと言って、はいはい、結構今回安保戦結構頑張ってこじつけたなっていうところ感じたんですけど、はい、全然もうこれからも打倒朝倉未来で。そうですね、やっぱし朝倉くんは実は彼がアウトサイダーに出てた時に、はい、まあ、SNS 上なんですけど、まあ、メールのやり取りをしてて、僕はアウトサイダーでその前田明さんとちょっと揉めてしまって、うん、まあ、出場できなくなって、まあ、試合出れなくなったんですけどちょうどその時期にね、朝倉くんが、まあ、まだチャンピオンになってなくていろいろ相談乗ってたりした時期もあったんですけど、うん、なんかやっぱ縁を感じるし、やっぱ単純に今日本でトップの選手、またそのカリスマ的な、うん、その人と自分がどれくらいの差があるのかを、うん、やっぱし腕試ししたいですね。まあ、それは試合でも YouTube でも、あ、スパーリングでもいい、スパーリングでもいい、まあ、ただ彼もね、ああいう気質なんで、うん、スパーリングでも相手が強ければ本気でなってやってくれると思うんで、うん、まあ、彼を本気にできるぐらいの位置まで自分を高めれればと思っています。ですね、今結構この黒帯ワールドとか出て、なんかこの武術を取り入れた戦い方っていうのをやってるじゃないですか。そうですね、実際手応えどうなんですか？うん、まあスパーリングパートナーの人にはまあやってるんですけど、はい、まあそうですね、まあ言える範囲、今できる範囲のものをちょっとお見せできれば、はいはい、そうですね、見てもらった方が早いと思うんで、あ、で大丈夫ですか、いいですか、うん、あ、お願いします、はい、例えばボクシング、ボクシングジム僕も行ってるんですけど、ボクシングっていうのは基本的に前足に重心がかかった状態でガードを上げて、そこで、まあ、この腰から打つんですよね、足を回して腰を回して打つ、これボクシング打ちですね。うーん、ボクシング打ち、これはキックボクシングになると後ろ重心でもうちょっとアップライトなんですよ、アップライトの状態で蹴りが入る、うーん、パンチが入るけど、総合っていうのは特に僕みたいなグラップラー、あと前回朝倉さんと試合して勝ってた、
あ、斉藤選手ですね。斉藤選手もそうなんですけど、はい、結局僕グラップラーなんですけど、前足に重心をかけた状態でなおかつスイッチもしながら走りながら打つっていうのが大事なんですよ。うん、総合っていうのは展開が変わって場面が変わるので、その動きに宮平先生から習ったその八極拳の当たりですね。この軸をしっかりした状態で丹田に体重を乗っけて、でこの タックルに自分の肘が乗っかるような、この動きを織り交ぜると結局この重心移動になるんですよ。それを今総合でやろうとしてますね。その動きの一つがちょっとやりますね。なんかフェイント気味。そうですね、結局まっすぐ入るんじゃなくて軸をずらしながら最終的に相手の側面について崩すっていう方法ですね。まあ、その中に肘とか、まあ、膝とかを入れる感じですね。この出入りから横に入る感じですね。あ、これいいですね。今でいいですか。はい、今熊澤さんのチャンネルのコメントにですね、はい、いつやったらこの武道を生かしてくれるんだとかっていうコメントちょこちょこあるじゃないですか。ああ、ありますね。どうすか期待に応えてあげられそうな。そうですね、結局 YouTube っていうのは本当エンターテインメント娯楽の一部だし、もちろんそこで話してること、まあ、一生懸命やってもいるんですけど、まあ、全部本物ではないので、人の気持ちに応える、期待に応えるっていうものではなくて、自分がやりたいこと、自分が正しいと思う練習法、自分が正しいと思う、まあ、生き方、そういうものを動画でアップしていこうと思ってるんで、まあ、正直アンチなんか、どうでもいいですね。アンチも一つのファンだとして、まあ、ただそのクラブワールドから期待してきてくれてる方もいらっしゃるので、何らかしらの形でその武術の技をまあ総合に生かした形で出せる日が近いんじゃないかなとは思ってます。ああ、いいっすね。まあ、そこはぜひ期待しててください。最後に雷神って出たいと思います？そうですね、まあ、実はですね、名前は言えないんですけど、まあ、大晦日でずっとそのプライドとか、ああいうので活躍していた選手と今スパーリングパートナーで練習してるんですよ。おお、階級もかなり上なんで、まあ、しんどいんですけど、まあ、雷神に限らずそういうたくさんの人が見てもらえるような場所で試合を、まあ、近々できたらいいなというふうに思って一応行動もしてますし、実際そういうオファーも来てるんで、はい、これぐらいで勘弁してください。あまりは言えないってことですね。あまり言えないんで、はい、いや、すいません、練習ね、休憩時間丸々奪っちゃいました。はい、どうもありがとうございました。はい、またお願いします。